リー・ストラスバーグは、オーストリア・ハンガリー帝国ガリツヤ地方、ブザヌフ出身のアメリカの俳優、演出家、演技指導者。メソッド演技法を確立。娘のスーザン・ストラスバーグも女優。ストラスバーグは、ブチャチア・チョルトクフから近い、ガリツヤのシュテットル・ブダノフで、ユダヤ系のイーダ・シュトラースベルク及びバルーフ、マイヤー・シュトラースベルク夫妻の息子として生まれた。9歳で渡米。 アメリカンラボラトリーシアターで演技を学び、25歳の時シアターギルドで本格的に舞台活動を始める。1930年にニューヨークでグループシアターの設立に参加し演出家として多くの作品を手掛けた。1949年にニューヨークのアクターズスタジオの芸術監督に就任。 数年後彼は演技指導者として評判になり、たちまちスタジオは有名になった。彼の下で学んだ俳優は、早々たるメンバーで、マーロン・ブランドをはじめジェラルディン・ページ、ポール・ニューマン、アルパチーノ、キム・スタンリー、マリリン・モンロー、ジェーン・フォンダ、ジェームズ・ディーン、ダスティン・ホフマン、イーライ・ウォラック、エヴァ・マリー・セイント、ロバート・デ・ニーロ、ジル・クレイバーグ、ジャック・ニコルソン、スティーブ・マック・イーン。 マーティン・ランドー、アレン・ガー・フィールドなどがいる。1966年には、ロサンゼルスにアクターズ・スタジオ・ウエストを設立した。1969年には、ニューヨークとロサンゼルスに、リー・ストラスバーグ劇場研究所を設立した。彼自身が、カメラの前に立つことは少なく、出演作は8本だけだった。中でも、 ゴッドファーザーパー試合でのハイマンロス役が有名である。この演技で彼はアカデミー助演団優勝のノミネートを受けた。監督のフランシス・フォード・コッポラはこの人に演技指導するのだけはためらったと後に語っている。ありがとうございます。